はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はパワプロ25周年記念大感謝祭ガチャを引いていきたいと思います。サクスペの方もね、いよいよ、佐伯さんが、実装されまして、一応ちょっとこちらの一押しキャラの方で見てみますと、守備上限アップ持ってますとか、投手だと怪物キウイ強心臓金徳でくれますとか、野手だと恐怖の満塁男明鏡止水がもらえますと書いてあるんですけれども、やっぱりね、佐伯さんの、実力はやっぱりテーブルをね見て説明した方がいいと思いますので、ちょっと佐伯さんが出る、80連までは引いていきますので、それで確認していきましょう。PSR はね、多分出ないと思うんで、PSR はね、50で練習アップ効果30がつきますというところになるので、SR のところで確認していきたいと思います。で、一応80連だと佐伯さん SR1 枚確定してるんですけれども、せっかくなので、切りよく100連引いていきます。で、タンガチャの方は特にないのと、あと出現割合か、厳選30キャラのみということになっているので、これもさらっと見ていきますと、佐伯さんがいて、あとピックアップキャラとして、エプレミちゃんとユニフォームサガラスさんと、ユニフォームビビちゃん、ツノちゃん。で、なぜか、うなごろうくんと佐藤くんがいるっていうね、ちょっと謎システムになってますけれども。他は割と使いやすいキャラが揃ってると思います。たまにね、というのがいますけれども、基本そこまでむちゃくちゃ外れではなかなか出ないと思いますので、それなりに解放も進むんじゃないかなと思います。そんなわけで、10連目引いていきましょう。ここはバナー PR 確定ですね。やっぱね、俺はエプレミちゃんは PSR 持ってるんで、ツノちゃんとかもそうですけど、そこら辺やっぱりレベル上げていきたいよね。解放レベルね。で、 PSR が出る確率って、そもそも考えると100連やって1枚出ないからね、 PSR そのものが。で、そこからさらに PSR が出たとして、ピンポイントで佐伯さんをね当てなきゃいけないってなると、本当にどのくらいの確率なんだろうね。虹谷いいねと、先駆け、一応 PR の佐伯さんがあるので解放用には使えると。虹谷もね、いい加減プラゴにしたいよね、 PSR。 では20連目、ここは通常の SR ですね。20連目30連目は SR 確定と。1枚、だ確率アップは80連が終わらないと出ないのかな。とりあえずビビちゃんいいね、ゲットした。守備上限アップでたまーになんかビビちゃん入れたいけどなーっていう時がね出てくる。パワチャレ用にね、ちょっと上限アップキャラを作りたい時とかですかね。で、30連目ここも SR です。だから一番いいのが80連目の佐伯さんが確定しているところで PSR を引き当てる人ですよね。そこは単純に 0.5% の確率なんで。うなごろうくんっていくつだったっけ。うなごろうくんはね、やっぱジャイロフォーク持ちの選手を作るときに使えるので、虹谷の PR で、次が40連目、ここはバナー SR いきます。バナーは 1,2,3,4,5 キャラなんで、佐伯さんが出る確率は単純に 20% か。お、2枚入ってる。相良さん、相良さんなんかもう5にすげえ近かったんだよね。 PR があと何枚かあればなんか SR プラゴに持っていけるようなところまで来てたと思います。で、 PR のエプレミちゃん、エプレミちゃん結構出てるな、いいねいいね。次は50連目、50連目と60連目はまた SR か。とりあえず SR は入ってると。 PSR の佐伯さんってさ、その
金額換算するといくらくらいの価値になるんだろうね。まほちゃん六股用ですね。六股するときに必須キャラ。あ、そっか、ユッキーも入ってんだっけ。ユッキーはね、全然レベル上がってないからね。で、次が60連。ここも SR。今のところ追加で入ってたの1枚だけか。なんかね、4枚とか入ってる人とかいますからね、たまに。すげーって。あとやっぱ重要なのはでも中身だからね。数より中身を。大声くんが例えば4枚入ってたとしてもさ、悲しいだけだからね。トシくんもなんか結構プラゴには近いんだよね。ここら辺からちょっと気合を入れて見ていきますか。70連になると、バナー SR。やっぱり佐伯さんはなかなか出ないね。てか佐伯さん全然いなくね。 PR とかでも1枚。お、エプレミちゃん、虹谷本当に佐伯さん出ねえな。では80連目、ここがね、SR の佐伯さんが確定してますと。ちょっとじゃあここで、あ、虹が来た。マジでマジでキラーン来た。えって言ってなんか2枚入ってたり。2枚入ってんな、これどっちだあー後ろかまあまあまあしょうがない。あ、白の目くん、これはぶっこもう、あっちに。いや後ろだったか。これ前に来てたらね、マジマジ大興奮だったけど。でもプラゴにはなかなか持っていけないよね、 PSR は。本当に。で、じゃあここからもう2回引きたいですというところで、90連目ですね、いきます。ここからも確定がないんでね。ただ出現率は一応2倍にはなってるけど、どうだろうね。入ってるね、とりあえず入ってるね。1枚、一番後ろか。まあ佐伯さんにはね、大丈夫博士とぶっこんでいいと思うんで。あ、しまった、佐伯さんのテーブル見てねえや、能見さん。じゃあラスト100連目に行きます。ほい、あれほい、あれ左が効かない。ほい、あれ、これってどうなんだ。あ、2枚入ってる。マグロ。基本的にもう反転はしないと思う、あの PSR じゃない限り。続き、というような結果でしたと。じゃあちょっとすいません、佐伯さんのテーブル見るの忘れちゃったんで。じゃあ佐伯さんのテーブルですね。得意練習は、メンタルと打撃になってます。で、得意練習率アップがついてて、メンタル持ちなんで、まあもちろんメンタルの回復も持ってて、守備上限アップついてて、で初期評価も高いでしょ。で固有持ちでタッグボーナスと試合経験点ボーナスで練習効果アップがついて、で37で精神ボーナス4で、40で精神ボーナス8、45で技術ボーナス8で、さらにですね、これ50になると練習効果アップ30がつくんで、マジで強いよね。精神ボーナス8ついてるでしょ、技術ボーナスも8ついてるでしょ、でタックは、50プラス20で70でしょ、で練習効果アップ PSR だと30つくでしょ、試合経験点ボーナスもついてるでしょ、で得意練習率アップもついてるでしょ、メンタルで回復できるでしょ、守備上限アップもしてるでしょ、初期評価も高いでしょっていうことで、佐伯さんはね、これ50になるとマジで強い。だと一応 SR で使うんだったらやっぱりね、まあ、45は欲しいよね。技術ボーナス8がつく、
45まで上げないと35はねちょっと火力不足、ちょっとっていうか相当火力不足な感じはすると思います。まあ基礎ボーナスがねつかないんで、やっぱり三木さんは解放してなんぼというキャラなんで、まあちょっと大変かもしれないですけれども、まあぜひ解放して使っていきたいと思います。でコツの方が、盗塁走塁阿部比粘り打ち内野安打チャンスメーカー逆境守備職人意外性と、ちょっとねコツは多めなので、まあ、狙ったコツとか、まあ、パワーヒッター系とかはねさすがにないので、まあ、守備職人とかねアベレージヒッター持ってるのは、まあパワーチャレ用にはかなりいいと思います。まあそんな感じで、では今回はこれで終了したいと思います。まあ、最後ねマジ大興奮してね80連目大興奮しただけで東雲くんに邪魔されたっていうところで、まあ大丈夫博士号はとりあえず突っ込んで45にはしておきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。